こんにちは。全国1億6543人の麻生太郎ファンの皆様、今日はそんなファンの皆様に非常にね、悲しいお知らせをしなければなりません。それがね、麻生財務大臣が自宅待機になってしまってですね、私たちの目の前にもうね、しばらく出てきてくださらないということなんで悲しい。何が起きたのかと言いますと、麻生太郎財務大臣のですね、乗っている車には、運転手がついてるんですよ。私たちみたいに自分で運転してるわけじゃなくて、もうね、黒塗りの高級車を運転手付きでね、優雅にこうやって乗って、顎で使ってるらしいんですよ、ね。で、運転手がどうもコロナっちゃったらしいんですけども、この運転手、もしかしてオリンピック見に行って、酒飲んで騒いで感染したんじゃないでしょうね。ということなんですが、言えるのは、やっぱりね、閣僚の周りの人もちゃんと検査を受けてるってことなんだろうなと思いまして、これは一つね、私安心材料かなと思うんですよ。なんかね、閣僚の方とか完全に舐め切って、まん延防止措置とかなんとかね、全然関係なくね、飲み会行ったりとかステーキパーティー行ったりとかで、検査なんてほったらかしでやってないのかなと思ったんですけど、受けてるみたいですね。で、麻生財務大臣は濃厚接触の疑いがあるということで PCR 検査を受けるなどして、今自宅待機の夏休み中ということでございますね。ですので、優雅にご自宅で、もしかしたら、お家に帰ろうみたいなね、PV を作ってるのかもしれません。星野源さんと一緒にコラボしてね、出てきて、リモコンとかピーとかしたりね、犬を撫でたりとかして怒られるのかもしれないですよね。麻生太郎さんね、こういう時ですから、ゆっくりとお休みいただいて、こういうふうに感染すると不自由してるんだなぁと、下々のものはっていうふうに考えていただければね、何がしかの、特別定額給付金の動きになるかなって気がしないでもないんですけども、しないでしょうね、きっとね。でも今回ね、麻生太郎さんにちょっとね、お礼を申し上げたいところがあります。直接は関係ないかもしれませんけども、今月の末、ビットポイントジャパンというね、暗号資産取引所の中で、私がね、とってもね、大切にしている体の枝、これをね、上場してくださるということでお達しが出ました。いやー、ありがたい。ということは、金融庁のホワイトペーパーに載ったってことなんだと思いますけども、これから日本でもこの体の枝がね、自由に売買できるとなれば、もうこれはね、願ったり叶ったりです。ということでね、これからお金を増やしたい方、もういっぱいね、お金を儲けて、それで楽な暮らしをしてね、夢のような人生を送りたい方、体の枝にご注目でございます。私は2014年か2015年ぐらいのプレセールで買ってますんで、 0.2 円とかいうね、とんでもない安値で買わせていただいて、本日の体の枝の価格は150円ということなんでね、およそ何倍、もう何倍かなんかはよくわかんないですけども、 0.2 円が150円になったということですから、すぐ計算できなくてすいません。どのぐらいですか？750倍。750倍ぐらいになったんで、単純に1万円持ってたら750万円ということですよね。いや、すごいですね、そうなるとね。いやー、すごい。この体の枝にステーキングっていうのがありまして、5日に1回利息みたいな報酬が支払われるんですよ。で、そうなると大体年間で、今の価格で600万か700万がその余剰資金でこぼれてくるってことにもなるんですけども、この暗号通貨の話はね、また別の時にしましょう。今回はね、麻生財務大臣が、なんせ自宅待機になったということなんで、国会には出てこないと。もしかして菅総理も自宅待機で国会に来ないってことがあり得るんではないでしょうか。ね、だからなんですかね、臨時国会開かないのかなと思いますけども、臨時国会開いてね、予備費の使い方とか、それから財政出動、補正予算のこととか審議しないといけないですよね。何をやってるんですかね。ということで、今日はね、麻生財務大臣のニュースだったんですけども、ちょっと記事だけ読んでみましょうか。財務省は6日、麻生太郎財務大臣の施設運転手が新型コロナウイルスに感染したと発表した。麻生氏はすでに PCR 検査を受けたといい、当面の間自宅待機する。財務省大臣官房文書課によると、6日夕方に運転手の感染が判明した。麻生氏は省内にいたがすぐ帰宅した。麻生氏には症状はなく、ワクチンも2回接種済みという。感染が判明した運転手は運転などの業務はするが、省内での事務処理には関わっていないと。運転の頻度や症状の有無、 PCR 検査を受けた経緯、麻生氏が濃厚接触者に当たるかどうかは現時点では把握していないということでございますね。そして関連記事で、麻生氏コロナ死者少ない、先進国で最もうまくいっているという記事がありますので、こっちクリックしてみましょうか。これは7月5日の記事になりますよね。
麻生太郎副総理は5日、新型コロナウイルス感染をめくり、コロナで全員死にたいような煽った新聞記者も拝見するが、日本の場合10万人あたり12、3人亡くなっている。人口比では先進国の中で最もうまくいっていると述べた。日本政府の対応に大きな不備はなく、感染による死者は少ないとの見方を示した発言だが、国内の感染死は1万4800人を超えている、うん、これを少数と見るかどうかが麻生太郎さんのね、もう考え方の一つですよね、うん、まあ、確かに、うん、交通事故の死者とかね、他のいろんな死亡者と比べるとどうなのかなと思いますけども、ここで私が、ね、言いたいのはね、直接その病気で感染症でお亡くなりになった方もそうなんですけども、職を追われ収入源を断たれ死ななくてはいけなかった、うん、健康な人たちのことも忘れちゃいけないってことになりますね。今オリンピックされてますけども、聖火ランナーに出るはずだったとんかつ屋のねご主人どうなんですかね、油をかぶってお亡くなりになったそうですけども、私はねこの一人の方、そしてその名もなきコロナの間接的直接的犠牲者の方を踏みにじろの思いで今回ね政策判断とか、うん、全然及ばない財政出動とかね、それからマスク2枚の配布とかオリンピックの一択強行とか、なんかいろいろと腹に溜まったものがあると思うんですけどもね、皆さんいかがお感じでしょうか。今回はね麻生太郎財務大臣が運転手がね陽性になったということだったんですけども、麻生太郎さんはね一応、まあ、陰性ではありましたけども2週間後にもう一回チェックしてみて陰性か陽性かがはっきりするということでしょうね、きっとね、うん、なるほどね。運転手の方はどちらで感染されたんでしょうか。感染経路はやっぱり追っていかないといけないんですけども、その辺はどうなんですかね、うん、ライブハウスですかね、ジムですかね、それとも屋形船ですかね、あの辺にかけられた疑いっていうのはどうだったんですかね。全部違ったんでしょう。何なんだろうなと思いますよね。で現在は飲食店の狙い撃ちと、なぜかお酒がどうこうとか言ってますけども、何なんですかね。もうなんかね、結局やるだけやったっていうアリバイ作りのためにあれこれやってますけども、小池都知事はじめね、菅総理とかその他の皆々様、結局はそのアリバイを作ってうまくいかなかったら国民が守らなかったっていうふうに言うつもりなんでしょうね。こすい、コスコスコスい、ずるい。それでは、いってらっしゃい。